最近私コスプレが好きでさ、コスプレに限らないけど、最近さ、一時期さ、バニー服流行ったじゃん。それから私、バニー服めっちゃ、なんかよくさ、コスプレとか、なんか最近のツイッターってさ、見てるものが結構さ、なんか、おすすめに回ってくんだよね。だからさ、私さ、メイド服ばっか、メイド服じゃない。あの、バニー服ばっかり見てたらさ、バニーのコスプレとかさ、バニーのイラストばっかり出るようになっちゃってさ。スワルのやつ、あ、なんか、これちょっと、マジで本当に、弁解させてほしいんだけど、私猫とか大好きな、猫とか動物大好きで、よくいいねとかしてるんだけど、そしたらめっちゃ動物流れてくるの。だから見てって、やばい猫いっぱいだ猫猫猫猫猫いっぱいだよみたいな、スワルに、見せたの。ちょっとネギユーのね。そう、集まってる時に、見て見てーって流してたら、おっぱい出てきて。猫猫猫猫おっぱい猫みたいな。おっぱい猫猫おっぱいおっぱいみたいな。え、マジで本当に、マジで気まずかった。私のTwitter猫しか流れてこないって言い出したのね。で、なんてことみたいな。そしたら本当に猫ばっかだったんよ。猫猫猫、あ、本当だね、マジで猫ばっかじゃんっつって、すげえっつって、猫猫猫っつったら急にめっちゃ巨乳のお姉さんがしかもなんかもうおっぱいっていう、なんか そこだけみたいな。で、え、どうしたみたいな。で、なんかアクアもこれは巨乳のお姉さんみたいな。でもなんか3人でえってなってるあの空気感、みんなにね見せたくてな、ちょっと話したわ。ね、待って、誤解だから、本当に誤解言わしてほしい。イラストレーターさんとかよくフォローしてるんだけど、そのリツイートでたまたま回ってきちゃっただけであって、違う、私の思考を、こう、分析されたわけじゃないんだよ。弁解しても、アクア、あたし、やっちゃったね、とかって言われて、マジで気まずかった。いやさ、もう、ね、ユーの二人だからさ、ねえちもさ、マジさ、クソガキだからさ、マジで、本当に、恥ずかしかった。一生言われるし。アクタムッツリって、違うって、本当に。